村恭三でございます。中村伊調でございます。この度、2人で、舞踊の勉強会をさせていただくこととなりました。来たる6月22日、国立の小劇場で、昼夜2回、させていただく運びと相なりまして、これはねもう10年来の、ね、そうですね、計画でございました、はい、やっと実現いたします。はい、いろいろこのコロナ禍もあっていろいろちょっと、ハードルが高かったんですが、今年、やっと実現の機会に恵まれまして、吉野山と茨城と2本立てでございまして、吉野山はね最初から2人でやりたいと。そうですね、そこがまず出発点にありましたの で、 そうです、ね、大変嬉しいです。はい、はい、吉野山今回はの見どころとしては やっぱりあの清本前段、はい、ノーカットで。そうですね、はい、はい、福島寛壮先生に、ね、厳しくご指導いただくことになっております。茨城はですね、私があのぜひどちじたものをしたいと思いましたので、伊調さんにご相談いたしました。伊調さんも快諾していただきまして、はい、綱は立役さん憧れの役ですね。やっぱり憧れますでしょうね、これは。やっね、はい、はい、ありがたいことです。本当にあのこれはあのお問屋さんのお家のものでございますから、お問屋の父であるの旦那様のご許しをいただきまして、またあの二代目の花柳次郎先生にご指導いただく予定だったんですが、残念ながら昨年お亡くなりになってしまいまして、一応先生も大変喜んでくださってたんですが、残念でございます。まあ、今回はあの現家元のご姓原井寿介さんと、あと真柴と綱両方ご経験なさっている元井さんに、原井の元井さんにご指導をいただくことになっております。どうぞ皆様あの握りしくご来場賜りますようお願い申し上げます。申し込み方法、申し込み方法はですね、あのチラシの裏面にもございますが、恭三さんのホームページの申し込みフォームから と、はい、私のインスタグラムにあります申し込みフォームからあの申し込みいただくとありがたいと思っております。はい、4月1日が前売り開始でございます。どうぞよろしくお願いいたします。